相撲とは一体なんだ。200キロある人も思いっきり上がってくるんで、もう毎日交通事故ですよ。ぐちゃっとな感じがしたんですね。めちゃめちゃ潰れた感じしたんだ。稽古頑張れるっていうのも才能というか素質というか。相撲はスポーツじゃないと思うんですよ。相撲さん武士ですから。戦国時代はね、捕まえて倒してとどめを刺す。人生かけなきゃいかんのですよ。やっぱ人生かけないや。侍の魂が宿った力士たち、強靭な肉体と精神を求め満身創痍で戦う日々を追った。世界初大相撲ドキュメンタリー。